で、やったのかどうなんだ。世間にはなぜこうも立派なものがゴロゴロと転がっているんだろうな。本当驚きだよ。なあ、もう一件引き受けてくれたらお互いの儲けになるんだけどさ。手持ち無沙汰？なら仕事を頼まれてくれるか？マルカルスへ行き、エンドンと話せ。彼は銀座育種で、ある種の店をそこで営んでいる。昔の話だが、彼の父親はギルドと恋にしていた。我々としては、その一族の影響力をまた使えるかもしれないぞ。軽い助言をしようか。仕事はできる限り受けるんだ。さもないと物乞いになり下がるぞ。いらっしゃい。シルバーブラッドには強い酒も綺麗な部屋もあるよ。親父もその親父も同じように銀細工をやっていた。そいつは助かった。他に頼る相手もいなくて。数ヶ月前、カジーとキャラバンを介してバレンウッドの職人に特別な銀の金型を発注したんだ。だが品物は一向につかなかった。後で分かったんだが、リゲルストロングアームが率いる山賊どもに盗まれたらしい。いいかい、市長、市政、紙幣などいろんな方面に話をしたんだが、だがどこからも今は人手が足りないと言われてしまった。町の噂で盗賊ギルドがマルカルスに戻ってくるとして、それでもしかしたらと。その通りだ。この金型は替えが効かないんだ。取り返してくれたら報酬は弾む。それに自分が盗賊ギルドに役立つことだってできる。ああ、そうしてくれ。今言えるのは、金型は山賊の隠れ家に運ばれたらしいってことだけだ。パインウォッチという村がそれだ。そこに何人いるかはわからないが、あんたにとっては問題じゃないだろう。頼んだぞ。金を加工しなきゃならないんだ。自分はいわゆる傭兵だ。申し出があれば味方について戦う。
何が必要だ？あ？エンドンの金型？なら来る場所を間違えてるよ。ここには銀細工師はいない。いいか、価値のあるものは何も持ってやしない。やっとこそ食っていける貧しい木こりに過ぎないのさ。つまりエンドンはマルカルスの銀細工師だから、そのてっきり。そう来るわけか。いいだろう、やってみやがれ。ここに来るべきじゃなかったな。確かに何か聞こえたんだが。
何もいないじゃないか。イスミールにかけて絶対に戦って。罠を避けて先に進むのは無理だと言ったんだが、耳を貸さなかった。つまらない計画だった。今ではリゲルがすっかり夢中になってしまって、彼の悪口を言うことさえ許されないんだ。彼女はまたトラップを増やしたの。亡き友の僕と引退したらいいんだ。全然金が足りない。自分の島を買う。一度に大量に盗めれば。
誰かいるの？気のせいみたいな。
いらっしゃい。シルバーブラッドには強い酒も綺麗な部屋もあるよ。親父もその親父も同じ。これで盗賊ギルドがこの町に戻ってきたいい宣伝になったはずだ。それに報酬も全部渡そう。デルヴィンにはこの辺りで適切な人材を動かしてほしかったらいつでも力になると伝えてくれ。不法に入手した物品を売りたいならこちらで買い取ってやることもできる。そのくらいはお安い御用だ。ガラクタだって言う人もいるけど俺は宝物って呼んでる。リフテンに戻ってデルヴィンに新しい取引はうまくいってると伝えてくれ。リスベットが最高の酒を買う金を持ってるわけがねえ。リスベットが困っているとは知らなかったよ、コスナッチ。アンリーフ&サンズの商売は最近うまくいってないのか。見てわからねえか。店は空っぽだ。フォースウォーンに荷物を全部奪われちまうからな。それはひどい。本当に残念だ。いや違うな。なぜこの町の男たちは放っておいてくれないの？あら、何か必要なものでも？何？手持ち無沙汰？なら仕事、久しぶりにお目にかかる代物だね。まさかバレンジアの石の一つを持ってくるなんてさ。その状態のままじゃ価値はないな。この石は昔バレンジアの儀式用の王冠を盗んだ盗賊が追っ手を巻くために取り外したものなんだ。全部で24個だったか。ほとんどはただの骨董品としてしまい込まれてる。ギルドにはもう何年も石の在りかを探し続けてる連中がいるが、成功したやつはいない。今の今まではな。いいかい、私は手っ取り早く金になる品しか買わない。こういう石は全部揃ってないと買い手がつかないもんなんだ。そんなわけだからこうしよう。残りの石を全部見つけたら改めて商談に乗る。じゃなきゃお守り代わりにでも持っとくんだな。おい、どこに行くんだ。やってほしい仕事があるんだが。